みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、おはようございます。今日はファンタジールームからです。やっぱりお外好きやね、レオくん。外、ここ開けたあと、喜んで見に来んね。はい、それで、サビちゃん。サビちゃんに、泣いてんね、ミリちゃんがね。はい、それと、アメちゃん。アメちゃん。はい、チャチャくん。あ、来た。チャチャくん、どうや。調子は。アレンちゃんに。あ、いっぱい来た。あ、いっぱい来た。かわいいな。あ、おいで。おいで。あ、ルルちゃんも来た。よしよし、ルルちゃんも来るか。いっぱい来たりした。よしよしよし、かわいいな。よいしょ、レイちゃん。あ、アメちゃん。みーちゃんもマリンちゃんもなあ、かわいいな。ちょっと寒いな、開けたら。お外もやっぱり寒いかな。ねえ、お外ちょっと寒いかもからんね。ちょっとだけだけど、まあ猫ちゃんたちにな、見に行ってますね。えいちゃんな、ルルちゃんも来るようになったから、かわいいな、お前。な、ルルちゃん来るねんな。な、よしよしよし。ね、アリンちゃん。まあ、ほんまにね、何回か来られてる方はもうね、勝手に入ってもうていいシステムにしていこう思ってるんで、まあ、ポンさんからね、信用を得た人だけね、まあ、ちょっと昨日またヨルプレで NP さん、いつもありがとうございます、ね、シャー君、シャー君、うん、ここ好きやねんな、シャー君、首がな、な、シャー君。はい、ポポちゃん、ポポちゃん、ね、アメちゃん待ってんの、かわいいな、な、よしよし、ほんまに。ルルちゃんおいで、ルルちゃんも変わったな、ママ見てくれてるかな、ほんまにな、見てほしいな、今のルルちゃんを。ミオちゃん、でここはいった、トラ吉がおんね、トラ吉がちょっとまだ逃げるけどね。トラ吉おいで、おいで、上上がったね、まだ逃げなくなるけどな。トラ吉、かわいいな顔、やっぱ男前やなお前は。ね、めっちゃんに、他ロシとかはこっちかな、またあ、ここのね、ロシーに、みっちゃんに、くるみちゃんも奥のおんね。くるみちゃんと、ロシと、みっちゃん。おいでや。な。あ、もばちゃんもおんね。もばちゃん。もばちゃん。もばちゃん。れいちゃん来た。れいちゃん、かわいいな、お前な。あ、レイちゃん特集してほしい言ってたんだから、誰かねえ、レイちゃん特集しなかったんや。
ちゃんとこすんません。あ、これもう破けてんな。これ掘らなあかん。もうゼリーが出てますやん、これ。これあかん、もう。ね、ひんやりのやつ。こないだもうダメやね。今日ゴミなんで、ね、掘りますもん。ここは、ふうまくんとルナちゃんか。ね、ふうまくんとルナちゃん。こっちがふうまくん。あ、こっちルナちゃんやな。ルナちゃん。ルナちゃんも変わったな、お前。全然、なあ。全然楽勝やな、ルナちゃんも。逃げなくて。なあ、レオくん。レオ君、腹よ、ボテってね。モバちゃん、モバちゃんちょっと鼻が赤いか。マリンちゃん可愛かったな。今日はみんな寄ってきてくれたからな。あ、レイちゃん、レイちゃん、あ、来た来た来た。レイちゃん呼んだ。来るか。可愛いね、これ。レイちゃん特集せなあかんな。またな。ねえ、よっしゃよっしゃ。ルルちゃん、ね、そらくん、そらくんの顔、目、お目目がね、あの大きくて可愛い、可愛いなってきた。チャチャ君、まあ、めっちゃもう外見てます。まあこんな感じでね、ファンタジールーム、僕はほんまいつもね、やっぱ優等生が多いね。ここは全体的にもう優等生が多い声かな。ここはあん中はなかったかな。サビちゃんだっけやったかな。ここは誰もいてなかったね。ね、あいつないね。ここの国からね、サビちゃんはサビガレやな、お前。うん、ね、まあこんな感じでね、ファンタジールームでした。ありがとうございます。ハッチーズから一言、餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり。第一に去勢手術を行ってね。いつも見てくれてありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。